こんばんは。今日は収録という形になりますが、少しだけ喋っていきたいと思います。この間の、動画もたくさんの方に見ていただいて、ありがたかったです。大統領選挙の行方も、気になるところですが、もう少し日本の新しい総理大臣にも頑張っていただきたいです。正直、大半の日本の総理の悪い癖ですが、外交ベタなところが多々見られております。あとは自民党幹事長の影響が多大なように見受けられます。菅総理大臣には、ご自分の、強い意志を持っていただき、日本を、正しい方向に導いていただきたいです。このままでは1年限りの総理大臣職になってしまいます。2年3年と続けていただくためには、中国にも強い態度で臨んでいただかないといけません。確かに中国とは貿易において大口の取引先であることは周知の事実で、ですが、あれだけ人権弾圧と表現の自由のみならず、民族差別に満ち溢れた
かの国をこのまま大きく大きな国力を維持したまま日本の横に伝といられると、日本も侵略されてこられる懸念も出てくるので、かけられるプレッシャーは申し訳ないですが、今菅政権がおやりになっていることは、中国へのプレッシャーをかけているようには見えません。昔の日本国よりもはるかに人種差別の強い国ですから、やりにくいこともあるでしょうが、日本のできることがあるならば、中国、他の国にかけられるプレッシャーはどんどんかけてください。じゃないと菅政権は短命で終わってしまいます。今も毎日のように尖閣諸島には中国かの国の漁船と称する船が毎日のようにガン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 日本の排他的経済水域において、ガン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 入り込んできております。基本、日本もアメリカも報道をいたしませんが、毎日毎日他の国の漁船と称する船がガン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 尖閣諸島沖に入り込んで、違法な漁を行っています。
このままでは日本が侵略されかねません。菅総理、あなたの権力では無理なこともあるでしょう。ですが、できることは全力でやってください。コロナ対策においてもそうですが、できることはあるはずです。確実にやっていただきたいです。例えば、一時的に消費税をゼロにしたり、もう一度10万円給付を行ったり、まだまだ日本は国債を擦れるはずです。なぜなら、日本には借金はないからです。借金はある、ある。何十兆円ある、何百兆円あると言われてきましたが、実はまだまだ日本は国債が擦れるので、この緊急事態なのでガンガン擦ってください。できることをとりあえず全力でやってください。それだけはお願い申し上げます。今日もこの YouTube を見ていただいてありがとうございます。ではまた。